どうした？今日は僕が行くと言ったはずだが。こんにちは、学生会長さん。その格好は…あの子から借りたの。似合ってる？彼女の家にいるのか？そうよ。昨日は同じベッドで寝ちゃった。今嫉妬したでしょ。そんなことはない。今度やる役の設定がちょうど彼女と近いのよ。だから何日か彼女を借りるわね。彼女が承諾したなら僕は構わない。一つだけ訂正しておくが、彼女は僕の所有物ではない。だから借りるという表現は間違っている。もう気真面目なんだから。子供の頃から本当に変わらないわね。そうだ、今日はちょっと提案があってきたのよ。新入生募集の件だけど、イベントに出てあげようかと思って。本当に手伝ってくれるのか？うん、彼女が心配してたから。いい？私が手を貸すのはあなたのためじゃなくてあの子のためよ。お礼なら彼女に言ってね。シーランってすぐ顔に出るのね。そんな風に彼女の名前を聞いただけでニヤニヤしてたら役者にはなれないわよ。後輩ちゃん、せっかく俺が来たのにもう行っちゃ。あまり騒がれないように気をつけて。何かあったらいつでも連絡してくれ。自分で連絡できないときは彼女に言ってくれれば、あとは僕が何とかするから。わかったわ、ありがとう。シーラン、今俺の女神とウーリ二つの人がいたような気がするんだけど。制服着て髪型もいつもと違ったけど、でも、あれは…なあ、これって幻覚か？俺、夢でも見てるのかな？例の復元機を使えばわかるかもしれないぞ。確かに！なあシーラン、俺騙されちゃったかも。マニュアル通りにやってるのに何にも出てこないんだ。ずっとノイズが続いてるだけなんだけど。そうか、ではそのガラクタをいい加減処分してくれるか。出品者に低評価をつけてやるからな。